さあ、エコネこんばんは、ハルケです。今回は現環境最強センターバックランキングになります。今の環境下の中で強いセンターバック選手たちを最新のトップ10で紹介していきたいなと思いますので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。まずは第10位からですね。第10位はTOTS、バストーニですね。バストーニ。まあ、現環境、センターバック選手もかなり強い選手がね、多いということで、トップ10、まあ、第10位のバストーニでもめちゃくちゃ通用をしますね。で、11位、12位とかいったとしても、かなり強い選手たちがね、いますので、本当にレベルが高いポジションになってますね。その中で個人的にはバストーニの評価は結構高いですね。 TOTS でかなり強化をされまして、今作ではショーダウンとか結構人気だった選手になりますね。もちろんパス面、ビルドアップ素晴らしいですし、守備力もかなり高いですね。しっかり取り切ることができますね。やっぱり予測のプラスはありがたいのかなっていう風には思いつつ、あとは空中戦も、特段負けることもね、少ないですし、セリアのセンターバック選手としては非常にレベルが高いなと思いますね。そして続いて第9位です。第9位は TOTS の一幕、セルヒオ・ラモスですね。ラモスもまあ現環境普通にトップオブトップのねセンターバック選手にはなりますね。今でも普通に通用をしますし、ありがたいなと思う選手の一人だと思います。身長はね低いんだけれども、フィジカル、そこまで負けることはないですし、しっかり取り切る力もあるという風な選手ですね。意外とペースのね遅さっていうのもあまり感じないですね。軽くて強いっていう選手なんで、まだまだねいける選手だと思いますね。で、そして続いて第8位です。第8位はグレイツオブザゲームアイコン、ビリッチですね。ビリッチ、まあなんでか97になりましたね。アップグレードされましたね。これはなんか結局戻らないんですね。96に多分戻らず、もうずっと謎にアップグレードされたまま97になったという風なことですかね。多分条件クリアしてないですよね。してないですけど、多分ミスって97プラス1を獲得したという風な選手になってますね。まあそのおかげでディフェンス能力99になりまして、フィジカルもかなり強くなっているという風な選手ですね。で、あとはリアクション冷静さが高いっていうのも素晴らしいですね。特段ドリブルは軽い選手ではないんだけれども、まあこのおかげでもたつかなかったりとかはするっていう風な選手ですね。で、パス面はね、他の選手、このまあ本当トップオブトップのレベルになってくると低い方の選手だと思いますね、パス面は。だからパスは少し気をつけなければいけない。ただ逆足号がその分でかいなっていう風な選手になりますね。で、ペースもね全然こう追いつける瞬間はねありますし、非常に強くなった、まあゴラッソからより一段と強くなったビリッチになってますので、おすすめですね。で、そして続いて第7位です。第7位はライブ TOTS、 ビセックですね。ビセック、まあ個人的にはそうですね、ビリッチよりもまあちょっと上かなっていうぐらいの評価。まあただまあ人によってはビリッチの方が上っていう人もいるでしょうし、なかなかちょっとそこが難しいところではあるんですけれども、守備能力はねまあ99では、ないんだけれども、そこまでビリッチと変わらずというか、ビセックでも十分取り切れるっていう風なことなので、守備能力の差っていうのはそこまで、まあ、評価に影響をしなくって、まあ、ビセックの場合はパスがねうまいっていう風なところは一つ大きいのかなと思いますね。逆足さんですけれども、やっぱり能力と、プレイスタル面である程度しっかりつなぐことができるっていうのはありがたいのかなと思いますね。まあ、結構現環境サイドバックで使っている人もちょいちょい見るかなっていうぐらいですね。守備戦の、サイドバックとしてもいいんじゃないかなと思いますね。で、またね、空中戦も非常に強い選手になってますので、値段かなり安くなってね、50万以内で買えるんですけれども、まあ、まだ使ったことないっていう方は購入してね、使ってみるのをおすすめしたいと思いますね。で、そして続いて第6位です。第6位はグレイツオブザゲームアイコン、マルディーニですね。マルディーニ、まあ、かなりメイ選手、グレイツオブザゲームで強化をされた選手になってますね。フューチャースターの頃からですね、結構アップグレードされた選手になるんじゃないかなと思います。特にエアリアルのプラスがついたという風なことが素晴らしいですかね。ジャンプがかなり、ね、数値低かったし、
空中戦弱かった選手になるんだけれども、このエアリアのプラスがつくことでしっかり対応できるようになったというふうなことですね。まあ、プレイするプラス面、他はスライディングとかがちょっと残念かなと思うんですけれども、白で一応予測だったりとか、ブルーだとかついてるっていうふうな選手になりますね。でまたロングパスとかついてて逆足も読んでパス面もね非常にうまくなりましたんで、よりこうビルドアップに見えかかったというふうな選手にはなってますね。あとは AI 面が、結構賢いというか勝手に取ってくれる力がねあったりしますので、あやっぱ強くなったマルディーニはちょっと違うなと、ありがたいなと思う瞬間が多いなというふうな選手ですね。まあもうすでにアップグレードがないのは残念ではあるんですけれども、現状6位というふうなことにしました。そして続いて第5位です。第5位はパス・トゥ・グローリーサリバですね。サリバ、まあ、サリバはすでにプラス1をされて97になっているというふうな現状ですかね。この先もアップグレがあるかもしれないっていうふうな選手になってますね。プラスが進んでいけばっていうふうなことですけれども、まあ現状でもトップ5には入ってくるかなと思いますね。やっぱり予測のプラスを備えたサリバは強いなと思いますし、一応白でインターセプト、ブルーザーなんかがあるというふうなことですね。でシールドもまあ、意外とありがたかったりするのかもしれないですし、空中戦という風な部分でも強さはあるという風なことですね。やっぱり守備面に関しては本当に、まあ、文句のつけどころがないですね。サリバで取れなかったら正直、もう無理な状況っていう風な感じですし、ペースもね速いし、もちろんこの人ビルドアップ面すごく上手い選手になってますね。ただまあスタミナが81、ここ気になる人はいるのかなっていう風には思いますけれども、個人的にスタミナはそんなに、そのセンターバックはそこまでマイナス点ではないので、この5位に入れましたね。そして続いて第4位です。第4位はメイクユアマークからコナテですね。コナテ、この人もねもうマジで強くなったなって感じますし、この人が正直ね1位とか2位とかでも全然おかしくはないかなと思う。それぐらい本当にトップ5は特に均衡してるっていう風な状況ですね。でコナテもやっぱり予測のプラスが新しくついたっていうのは一つ大きなアップグレードかなと思いますね。ブルーザのプラスじゃなくなったんですけれども、もともとフィジカルかなり強いですし、本当に体でゴリッといく力はもともとあったんで、プラスじゃなくなってもブルーザがそんなに影響はなかったですね。でかつやっぱリアクション冷静さ積極ですごく高くなってますし、この人もビルドアップがまあうまいと、ロングパスのねプレスル自体ついてはいないんだけれども、逆足4と、ロングパス99かなで、まあ、頑張っているというふうなことで、まあ、十分っていうふうな選手ですね。でペースもね速いし、空中戦も強いと、まあ、スライディングのプラスがちょっとね残念ではあるんですけれども、まあまあまあやっぱり強さを感じるなというふうなことでこの第4位ですね。あとはやっぱりスタミナっていうふうな部分で、ちょっとコナテはスタミナ低かったんですけれども、まあこのカードでは89までかなり上がってはいますので、もう本当に不満のないコナテになってますね。でそして続いて第3位です。第3位はパス・トゥ・グローリーミリトンですね。ミリトン、この人もめちゃくちゃ強いな。やっぱり本当にまあ多分ね、コナテとかビセックとかそっちのタイプっていうよりかはラモスとか、まあクンデとかまで行くとちょっとあれかもしれないんですけれども、結構扱いやすいし軽いんだけれども貫通しない取り切る力を持っているっていう、そっちのねタイプのねセンターバックになりますね。だからまあ視野ちょっと低いですけれども、サイドバックもワンチャンありかなっていう風な感じですね。ペースもまあめちゃくちゃ速いし、空中戦も強いという風な選手にはなってますね。でこの人もやっぱりね予測のプラスが新しくついたっていうのは、もともと強かったところからさらに取り切る力を得たっていう風なことなんで、まあ明らか強いなという風なところですね。より貫通をしなくなったという風な選手ですね。バースデー同様やっぱりついてきてくれてよかったなっていうのは思いますね。であとは積極性もね、高いですし、あとブロックはね白なんですけれども、結構シュートブロックね、してくれるシーンは多かったですし、またロングパスもね全然蹴れる選手にはなってますので、
まあそうですね、トップ3に入ってくるかな。まあ、かつここからアップグレーもねありますので、99のミリトンが見れるかもしれないですね。そして続いて第2位です。第2位はパストゥーグローリールベンディアスですね、ルベンディアス、まあルベンかなり強いですね。本当に2位にしてもおかしくはないかなっていうぐらい本当に強いなって思います。ただまあこれも正直、まあ、ミリトンの方がいいっていう人もいれば、コナテとかサリバの方がいいっていう人もいるとは思いますけれども、個人的にはこの人の厄介さっていうところと使った時の理不尽さっていうのはすごくありましたね。 Y とまた本当に別人級に変わっているなというふうなところで、予測はねプラじゃないんだけれども、ちゃんと取り切れますし、フィジカルも強いし、あと勝手に取る力はこの人しっかり持ち合わせてはいますね。またビルドアップ面も、まあ、素晴らしい。ロングパスのプレスについてはいないんだけれども、全然、パス上手いですし、やっぱペースが速くなったっていうのも一ついいポイントかな。93まで上がってるっていうのが、いいのかなっていうのは思います。全く足の遅さが気にならなくなったっていうルベンになりますし、まあ、ここからこの人もねアップグレがあって、ワンチャン99になれるというふうなことなんで楽しみですね。そして続いて第1位です。第1位はメイクユアマークファンダイクですね、ファンダイク、まあ、S とそこまで変わりはないんですけれども、まあ、強化をされたというふうなことで現状第1位かなと思いますね。特に予測のプラス、ロングパスのプラス、ブロックのプラス、素晴らしいなというふうに思います。スライディングのプラスがいらなかったですけれども、ここはもう調整されたんだろうなというふうなところですね。でやっぱり守備面ですね、しっかり取り切ることができますし、もうねファンダイクで無理だったらもうこのゲームがおかしいって自分はもう思ってますね。なんかファンダイクが悪いって思わないというか、もうこのゲームがクソだって、まあ、ファンダイクに限らず、まあ、この、まあ、トップ10かな、現環境全員強いんで、この選手たちがね貫通とか取り切れなかったりとかしたら、もうこのゲームが悪いっていう風になんか思った方がいいかなって思う。それぐらいやっぱり現環境のセンターバック選手でね多くの人が強くなってますし、コートつけがたいところではありますね。で大工に関して空中戦の強さっていうのもまあしっかりね、ありますし、まあ言わずもがな勝手に取る力ももちろんあるという風な選手なんで、まあ逆足さんっていうところが本当に C と言えば残念っていうところではあるんですけれども、まあ個人的には S と同様に堂々の第1位かなと思いますね。こちらが現環境最強センターバックランキングになります。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。